というわけで、今週も始まりましたあけみのワッツアップレディオイエーイ <laughs> はーい、始まりましたえー、っと、今日は ?10 月の、何日ね ?17 日 !10 月17日、もう3週目ですね。だよね早いもう10月ももう半分終わっちゃって、もう年末ましぐらですね。 はい。ワッツアップアけみミダンススクール、今週は、えっと、18日日曜日、明日、えっと、ライカムの方で、ダンスショーのイベントをやることになっているので、ちょっとそれの練習で一週間、えー、みんなダンススクールで練習を頑張ってきたっていう一週間でした。えっと、うん、そして先週は、えっと、私が浦添の方でレッスンを あの、週に一回毎週やってたんですけど、それの、ちょっと舞台発表とかがあったので、それを見たりしてきました。えっと、今日はじゃあ、その舞台発表と、の時の、あの、様子と、あとはその、明日、ちょっとハロウィンのダンスショーを今準備しているので、そのハロウィンダンスショーの、その練習の様子とかを、 中心にトークしていけたらいいなって思っていますと。今日も元気よく放送していきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい。おかげさまで声の調子もいい感じ。ねえ、この前まで少しなんかちょっとかすれた感じが残ってたんですけど、すっかり治ったみたいですね。なんかこうやってさ、声を喋りするところラジオとかに来るとしっかり声を出すから、あ、 で、こうやって喋った時にじゃないと、あ、今日の声の調子いいって <laughs>、わからないから、あの、いいみたい、今日は。<laughs> はい、じゃ今日の一曲目、あの、かけていきたいと思いますので、聴いてください。元気になるこの曲です。どうぞ。 届けしているでは、えっと、先週は、裏末の舞台発表があったので、ちょっとその話を少しやっていこうかなって思います。えっと、私は沖縄市の方で、<laughs> ワッツアップアケミダンススクールっていうヒップホップのダンススクールをやっているんですよ。で、えっと、 まあ、平日は夕方の5時から。で、毎週土曜日は、この後1時半からレッスンをいつもやっているんですけど、えっと、水曜日だけ、いつも、この沖縄市のダンススクールをお休みにして、浦添の方までレッスンをしに行ってるんですね。で、浦添の方には、もう8年ぐらいずっと週に1回、あの、毎週水曜日にはそっちの方に行ってて、 裏添えで何をしてるかって言ったら、その、ゆいゆいキッズシアターって言って、子供劇団があるんですよ。で、その子供劇団、歌とダンスとお芝居とやっているので、そのダンスの指導で、えっと、ずっと関わっているっていう感じで、毎週水曜日はこの裏添えの方にレッスンをしに行っているわけですよ。で、えっと、 君とつなげる虹色っていう演目があるんですけど、えっと、これはこの UU キッ d シアターのオリジナルのあのお芝居で、えっと、この、まあ、大まかに言ったら、70年前に戦争があったから、から、<laughs> 説明下手くそさ <laughs>。えっと、沖縄、 うん現代の学生たちがいろんなことで悩むわけですよ。あの、お友達ができないとか、えっと、勉強勉強言われないでずっと好きなことだけをやっていたい人、あとは自分の夢が見つからなくてずっと悩んでいる人、いろんな悩みを持った人が、この、ふと、ある時ガジュマルの木の前に集まったわけですよ。そしたら、時間と空間を移動する不思議なバスが、あの、 来てで、その、バスに、あなたは乗りますか乗りませんかということでみんな乗るんですけど、し,したら、そのタイムスリップして70年前に行くわけですよ。そしたら、その70年前の沖縄って言ったら戦争真っ盛りだから、真っ盛り真っ最中だから、あの、その戦争の時代の方に行って、で、その、なんていうか、その戦争して、 いるところに行って大変な状況を見たりとか、あとはその空間も移動するから、あとは、真面目この目に見えない精霊たちのところに連れて行かれて、で、なんかその自分たちだけじゃなくて周りにはいろんな力があるんだよということを習ったり、そういうこと。 そういうお芝居ね。で、まあ、命の大切さとか、諦めないことの大切さとか、えっと、助け合っていくことがどんなに大事なことか、みたいなことを訴えていくお芝居なんですけど、とっても、あのー、いいお芝居なんですよ。<laughs> これを、えー、今、何年ぐらいかな ?5 年ぐらいずっと演目をやっていて、で、また今回も、君とにつなげる虹色っていうやつやったんですけど、 まあ、この、ダンスのシーンも多いわけですよ。その、戦争を表した表現の激しいダンスがあったり、あとはその、精霊たちの中の一人が泣き虫役の人がいて、その、泣き、泣き虫役の精霊が、この、うわーんって泣き始めたら、その、涙で洪水になるっていうシーンがあるんですよ。その洪水の、 シーンをダンスで表したりとか、あとは、その戦争のところ、あの、ゴーの中に隠れていたら、そのアメリカ兵がこのゴーを攻撃しようとして、その、 入り口が塞がって出れなくなった時にこの緑色の植物が伸びてきてその中の人たちを助けるっていうシーンがあるんですけどそこのダンスを表現したりとかまあ、ダンスがすごくたくさん出てくるんですよねで私の仕事はその振り付けをすることと この子供たちに、あの、全然普段ダンスとかやってない子たちだから、あの、動きの基本的な動き方を教えて、あとは表現ですかね。柔らかい動きを教えたり、パキパキ、硬い動きを教えたりとか、そういうことですよ。で、私以外には、まあ、歌の先生がいて、歌の先生はもうプロのオペラ歌手として、あの、やっている方で、あの、毎週ピアノを弾きながらね、みんなの、 歌唱力引き出して、とってもみんな声がね、出るようになったから、この先生もすごくみんなの能力を引き出すの上手なんだはず。そしてあとはもうお芝居の先生、お芝居の先生っていうか演出とか、まあ監督みたいなのがいっぱいいるんですけど、まあ、大人の人たちがお芝居に関しては3、4人ぐらいでずっと引っ張っていくっていう感じで、あの本当にプロで活動している役者さんとか、もともとこの 浦添の UU キッズシアター出身で、今、大人になってもお芝居を続けている人とかが、講師として入って、で、子供たちのことを引っ張っていくわけなんですけど、参加している子供たちは、小学3年生から高校生までのメンバーたちで、団員、団員は、まあ、60名ぐらいいるんですね。で、えっと、その60名の子たちに、まあ、指導をして、 発表するって感じだったんですけど、この前の土曜日、日曜日はそれがあったんですね。で、土曜日は見に行くことができなかったんですけど、日曜日の方、えっと、見に行ってきました。そしたらその、 ね、あの、お芝居の途中で歌が出てきたりとか、結構お客さんの感動を誘うような内容になっているので、と私も、あの、招待席の方で舞台見ながら、何度かみんなが頑張ってる姿を見て、うるうるしながら見ていたわけですよ。で、最後になったらみんな全力で元気よくダンスして、歌歌ってってって感じで、あの、パワー全開でやっていくから、すごく見てていい舞台になったと思います。 えっと、これ、入場料が、子供が500円、で、大人も1000円で見れるから、とっても安いんですよね。で、今度の公演が、うんと、浦添のゆうゆうキッズシアターは、今度3月に、また、本公演があるから、えっと、また、ちょっと興味がある方は、3月の舞台も見に行ってほしいと思います。そして、浦添の方は、今、一段落して、あの、水曜日の、 時間は、浦添に行くのが、今の期間少しだけお休みなんですけど、また次の舞台は、煽り合えっていう舞台をやるって言ってたので、またそれに向けてしばらくしたらね、ミーティングが始まって、で、どの先生を呼ぶかとか、話し合いがあってって感じで、えー、っと、進んでいくと思います。ね、浦末の方に、あのー、は、こういう劇団があるんだよ、っていうことをぜひ知ってもらいたいですね。はい、みんな舞台中はとっても、 あの、まあ、セリフを間違えたりとかっていうのもあったけど、あの、すごく、あの、みんな一生懸命演じていたからとっても良かったなって思いました。毎年毎年、その、必ず同じメンバーでやることはもう二度とないんですよね。いつもメンバーが変わりながらやっていくから、このメンバーでやるお芝居は今回限りっていう感じなんだけど、みんなそれぞれの思いがすごく詰まった舞台ができたと思ったので、すごく良かったんじゃないかなって思いました。 ねすごくみんな舞台が始まる前はめっちゃ緊張してるし、終わった後はめっちゃ笑顔でね、ああ、楽しかったって感じだし、すごくこういう達成感のある顔を見れてとっても良かったです。ねそんな感じで日曜日はこうやって裏添いの舞台を見に行ってきました。 ねえ、また、今度3月が、あの、子供たちの本公演だけど、また練習に入った頃ぐらいに教えらせしていけたらなって思うので、ぜひ、興味のある方は見に行ってもらいたいと思います。はい、そして、この、まあ、うらせいの舞台が終わったんですけど、私たちワッツアップアキミダンススクールは、えっと、 今日ね、オープニングの方でも話したけど、明日ライカムの方で、ハロウィンのダンスショーをしないといけなくて、しないといけなくてというかするんですけど、だから今週はそのダンスショーに向けての練習をたくさんやってきました。えっと、この、今、ちょっと曲を流していくんですけど、この曲紹介の後に、この今週の練習の様子とかを中心に話していこうと思ってますので、引き続き聴いてくださいね。よろしくお願いします。 では、曲をかけていきたいと思います。聴いてください。どうぞ。 はい。お届けしているのは、あけみのワッツアップレディオです。さあ、ここから先は、まあ、久しぶりに、あのー、いつもね、イベントのレポートとかばっかりなので、あのー、ダンススクールのみんなの練習の様子を話していこうかなーって思います。ね、さっきも言ったんだけど、ハロウィンのダンスショーの準備を今やっていて、えっと、木曜日のクラスで、 ハロウィンのショーを今作ってるんですよ。で、えー、先週から作り始めて、で、今週はもう木曜日のレッスン終わったから、頑張って、2回のレッスンで <laughs>、あの、頑張って作りました。で、お姉さんたちのクラスでやっているから、あの、まあ、みんな、 キレキレのダンスで結構怖くできたんじゃないかなって思いますね。で、あとはその昨日、あの、ちびっこのみんなにも、あの、参加できる人は追加で練習入ってもらって、で、少しだけね、えっと、ハロウィンのダンス、ちょっと手伝ってほしいんだ、ということで、あの、みんなにも手伝ってもらうことになったんですけど、えっと、一応、ハロウィンのショーだから、あの、ハロウィンのダンスも入れなきゃだけど、みんなで一応メイクをしたらそれらしく雰囲気 が出るんじゃないかということであのその日は出演するメンバーたち全員このハロウィンのメイクをして踊ることになりましたね衣装もんできればちょっとゾンビっぽい衣装を用意できたらよかったんだけど、えっと と、多分ハロウィンのショーを今年はその一回しかやらないかもしれないから、この一回のために衣装まで用意するのもなーっていうことでちょっといい方法ないかなーって考えてたら、あーメイクすればいいのかーっていう風にたどり着いたんで、まあみんなでメイクすることになったんですけど、この踊る場所が、 ライカムの5階の方でやるんですけど、時間もハロウィンだから夜の7時半からなんですよ。だから夜からだからもう雰囲気バッチリ。で、この前、あのー、このステージの大きさとかを確認しようと思って、私普段その、ライカムに立ち寄った時はそのショッピングモールだからそのお店の中とかはね、たくさん回ったりするんだけど、5階の方のステージはちょっと見に行ったことがなかったので、 ちょっと、ゆっくり、この、その日、イカムに行った、あの、誤解を見るために、行ったんですよ。そしたら、その、思った以上に大きなステージだったから、あーって、ちょっと、ステージの近くまで行ったり、あのー、して、あー、これぐらいだったら何人立たして、とか、ステージの下に何人立たして、とか、じゃあお客さんこの辺で見るのかな、とかって、いろいろイメージして、で、たまたまその、 その日のステージの片付けとかをやっていたから、あの、スタッフの皆さんにも会うことができて、で、音響の人と、あと、ライカムのイベント担当の人を発見できたから、おはようございますって、今度日曜日やるダンススクールのあけみですっていう風に挨拶して、で、よろしくお願いしますって感じで、少し軽く打ち合わせもできて、まあ、すごく行くタイミングがとっても良かったです。で、えっと、大きな、大きなって言ったら、この、 横幅がでかいんですよ。縦の幅もでかかったけど、ステージの高さはそんなになくて、あの、まあ、たくさんの人が乗れる舞台だなって感じだったから、私たちみたいな大人数のところにはぴったりですね。で、うん、見に行っていろいろイメージしてって感じですね。5階の方、みんな行ったことあるのかな 私本当に初めて行ったんだけど、あの、ステージ終わった後さ、あっち5階レストランがすごくいっぱいあるわけ。だから、とってもシャレなレストランがいっぱいあったから、もし余裕がある人はダンスショーを見終わった後とか、ぜひレストランとかでお食事とかして帰ったらすごくいいなっていうふうに思いました。 で、最後、やっぱり、あメイクしなきゃってその時点で思ったから、あの、ライカムのショッピングモールの中、メイク道具ないかなって感じで見て回ってから帰ってきたんですけど、なんか、メイク道具一応、売ってはいるんだけど、そのハロウィンだからさ、ハロウィンメイク道具みたいな、ちょっとグロいわけ、血のりとか、あとはその、ピエロになるためのメイク道具とか、ちょっと、 子供たちには、あの、グロすぎるんじゃないかっていうものばっかり売ってるから、だからちょっとそういうのは避けて、うーんってちょっと色々見ながら、お家に帰ったんだけど、なかなかいいものにたどり着けなかったから、 で、しかも、メンバー全員でメイクするってなったら、ちょっとやっぱり、家にあるものとか、ママが持ってるメイク道具でどうにかならないかなって思って、で、私自身もメイクの道具は何も買わずに、あの、家にある自分のメイク道具だけで、ちょっと、落ちる時に自分の顔にやってみたんですよ。そしたら、あの、アイラインとか、この黒いやつだけで、あの、メイクができたから、できたと思って、この <laughs>、受けるよね、一人で、 あの、一人でお家でハロウィンのメイクして、うわーとかなってる。で、自分の顔の写真撮って、で、あの、連絡してくれるお母さんがいるから、その人にすぐメール入れて、で、ハロウィンの日みんなこんな感じでメイクしてほしいですってやったら、あの、わかりました連絡回しときますねって感じだったから、すぐみんなに連絡回してくれて、で、その日のレッスンから、もうみんなすぐ質問がいっぱいあって、 ね、これは自由にやっていいんですかそれともあ、お手本みたいなやつでやるんですかみたいな。じゃあ今回はみんな同じのでやりましょうね。っていう感じで。じゃあメイク道具どこで買ったんですかとか、いや、あるものだけでやったんですよ。とか、そういう話し,しながら。 ねえ、お母さんたちも準備大変だろうけど、楽しいよね、こういう風に。あの、ハロウィンでやってくださいとか。ねちょっとテーマがあったら頑張っちゃうよね。はい。じゃあお母さんたちも子供たちのためにいろいろ準備頑張ってくれてるから、自分たちも頑張らなきゃって感じですね。 ハロウィンのダンスショーの準備ももちろんなんですけど、あの、まあ、普通に、あの、やっているチームのダンスと、あとは普段の平日のクラスのダンスとかも普通に見せていきたいと思います。私たちがもらった時間が45分もあって、で、45分って言ったら結構、もう内容をいっぱい詰め詰めでやっていかないといけないから、で、今、いろいろ、ダンスの順番とか組み立てているところなんですけど、 まあ、おぉーって、こんだけ詰め詰めかーって感じですごく内容が盛りだくさんになっています。で、まあ、新しい曲の準備とかもやっているから、その新しい曲の披露とかもやっていけるんで、少し楽しみが多いですね。はい。あとは、あのー、ちょっと嬉しいのが、あの、今、ダンススクールに、そのアメリカ人の 生徒とかも通ってるんですよ。あのー、大人なんですけど。で、今回はそのメンバーも一緒に踊れるっていうことになったから、すごく楽しみですね。今回はアニメの曲を使ってパフォーマンスしたり、あとは、まあ、ハロウィンが一番の見どころですけど、あのー、大勢で踊るところとかもあるから、すごく楽しんでできるんじゃないかなって思います。なんか、今日晴れているね。すごくいい天気さ。<laughs> ごめいね、<laughs> 話飛ぶけど。あの、ラジオ局から外が見えるんだけど、なんかすごく今日は気持ちのいい天気だね。風も吹いているし、あの、今太陽も出てるし、とってもいい天気ですね。過ごしやすい秋のお天気ですね、って感じなんですけど。明日も晴れたらいいな。もし、雨が降った時は、あの、5階じゃなくて3階の方に移動になるんですけど、まあ5階の方がステージが大きいから、 ねえ、5階でできたらいいけど、まあ、雨が降った時はモール内でできるから、そっちでもいいんだけど、楽しみですね。 はい、当日は私たちはもう本番夜7時半なんだけど、お昼から集合して、で、その45分って結構長いダンスショーだから、あのー、みんな立ち位置がまだついてないところとか、振り付けを忘れてるところもあるだろうし、からお昼から集合して、で、みんなで3時間、4時間ぐらいかな、練習してから、で、最後にみんなお母さんたちにメイク仕上げしてもらって、衣装を着替えて、で、少し早めにライク、 カムに入って、で、まあ、えっ、ー、と出番が多いメンバーたちは少し早めにステージの方に行って、あの立ち位置を確認したり、ステージから降りて踊るところもあるから。 あの、そこの,の、どの辺まで前に行けばいいとか確認したりとかそういう時間で使っていこうかな。ねえ、一日お昼から集合だから長い一日になりそうだけど、7時半から本番だからすごく楽しみですね。ぜひたくさんの人に見に来てもらいたいと思います。はい、えっと、レッスンの話に戻るけど、ん、えっと、今、月曜日と、えっと、木曜日、 と、金曜日は、えっと、スキルアップクラスで、えっと、このなんていうの、チームダンスとはちょっと違って、あの、まあ、年齢で区切ってるんだけど、小学生の初級クラスとか、 まあ分かりやすく言ったら、まあ中級クラスとか、お姉さんたちの初級クラス、お姉さんたちの上手な人たちのクラスとかって、そういうふうに平日はクラスで分けてやってるんですよね。で、火曜日と、んと、火曜日、火曜日だな。火曜日と月曜日の遅い時間に、あの、チームのクラスを入れてるんですけど、えっと、そこでは、 あの、まあ、それぞれみんなたくさんのチームがあるから、チームで分かれて、あの、振り付けの練習とか、新しいダンスを習ったり、あとはひたすら揃えていくとか、そういうチームの練習になっていきます。で、まあ、平日のクラスはそういう風に、 チームだったり、スキルアップクラスだったり、分かれてるんですけど。毎週土曜日は、えっと、初めてダンスをやる人たちのための体験クラスをメインに持ってきていて。えっと、今日も土曜日だから、あの、三時から体験クラスあるんですけど、まあ、もしよかったら。あの、興味のある方は、ぜひ来てくださいね。今週の三時のクラスは、結構前もって。あの、電話で予約してくれる人がたくさんいたから。あの、今日体験に来るのは、すごくちょうどいい日かもしれない。 ないですねあの体験来たいんですけどとか見学したいんですけど予約いるんですかねみたいな <laughs> ホームページ見ましたとかそういう風に連絡が来るんですけどあの前もっての予約とかは必要ないのでそのままあ 今日土曜日3時から体験あるんだった。行ってみようかなって感じで飛び込みで、あの来るのはすごく大歓迎なので、予約とかいらないからね、あの、普通にそのままダンススクールに遊びに来てください。もしも体験がしたい時は、あの、室内で履ける靴が必要なんですけど、 まあ、学校で使っている上履きとか、あとは体育館で履いている体育の時のシューズとか、そういう風に最初はシューズ、ダンス用のシューズは買わなくてもいいので、あの、室内で履ける中履きを持ってきてください。で、それでちょっとダンスやってみて、あ、 いけるかもしれないとか、結構楽しかったって、そういう風になったら、あえっと、まあ、みんなが履いてるような靴をそこで見ることもできるし、あの、どんな靴がいいのかなってから考えてから、あの、次回来る時にシューズを用意して持ってくるって感じで全然 OK なので、もし、ちょっと、今日多分体験ちょうどいい日だと思うから、あの、今ラジオ聴いてから行こうかなって思った人は全然来てもらって大丈夫だから、 来てくださいね。はい。レッスンも私と、あとは今、アシスタントで、あの、セーラネーネーと二人で、毎週土曜日はレッスンやってるんですけど、すごく楽しくレッスンしているので、あの、 ぜひ、おすすめのクラスです、とっても。で、教えてる私もすごく楽しくレッスンしてるから、あの、みんながね、あの、楽しそうにやってくれるのを眺めながらレッスンしてるから、すごく、あの、気持ちがいいんだけど、見学してるお母さんたちも、あの、とっても楽しく見てくれてるから、すごくいい雰囲気なんですよね。で、あの、見学の人、毎週土曜日のクラスはさ、とっても見学も多いわけ。あの、お母さんたちも10人以上、 あの、見学に来ているから、もし見学が目的で来る予定の人は少し早めに来た方がいいかもしれないですね。5分前とかに。 来ると、あの、まだ席が空いてるから、あの、座れるんだけど、3時ちょうどとか、3時過ぎてから来てしまうと、もう座る場所がなくなっちゃうから、あの、立ってみることになっちゃうわけ。もうそれぐらい、あの、本当にお母さんたち熱心だから、いつも見学に来てくれるわけさ。だからちょっと初めて見学に来る人とかは少しだけ早めに来てもらえると、バッチリ。 座ってみれるから <laughs>、あの、少しだけ早めに来てくださいね。体験クラスは毎週土曜日3時からがキッズクラス。で、4時半からが、えっと、中学生、高校生のお姉さんたちのクラスやっていますので、ぜひ、あの、気になる方は体験と見学と、あのいつでもできますので、来てくださいね。よろしくお願いします。はーい。そう、もうすっかり、もう夏終わったよね。 夏終わったよね、もうこれ。<laughs> なので私も今日からちょっと秋色を取り入れてって感じで、あのワインカラーの T シャツと帽子と履いていますけど、ねえ、これからちょっと、あの洋服が楽しくなってきますね。私は季節的にはその、そうだな、秋もすごい好きだけど冬が好きだわけさ、あの夏もすごい好きだよ。<laughs> 結局全部好きさって感じなんだけど、あの、 夏が好きな理由は暑いのが平気だから夏は好きなんですけど、冬が好きな理由はやっぱり洋服がちょっと楽しくなるから、あの、ジャケット着たり、やっぱり中から着る服もちょっと選ぶの楽しいさね。だから私服もすごいたくさん持ってるから、あの、いらない服と今年も着たい服と今すごく仕分け中なんだけど、 この前もダンススクールにたくさん洋服持って行って、で、みんな欲しいものをゲットして行ったりしたけど、まだまだたくさん余ってて、今段ボール何個分かなあれうん7箱分ぐらいあるかなぐらい、ちょっともういらない服があって、それ今スクールに置いてるわけさ。超迷惑だよね。 スクールの今使ってない部屋に服をたくさん置いてて、えっと、もうダメ、誰ももらわない服とかだから、あの、お店に持っていこうかなって思ってて、漫画倉庫とかかな。持ってって、で、あっち、ね、買い取りしてくれるから、あの、いらない服処分できるし、 あっち、買い取りやすいって言うけど、7箱ぐらいあったら2000円ぐらいにはなるかなって少し期待してたりとか、ねするんだけど、今度ちょっと持って行っていきたいと思います。ねこれから冬洋服が楽しくなってくるね。また今年も、また新しくやっぱり洋服買ってしまうと思うから、うーん、なんか楽しみって感じ。はい。ねまだ今日、 とかは、まあ、結構涼しいけど、まだ半袖でも歩けるけれども、まあ、そろそろ上着着た方がいいかもしれないね。今日朝起きたら、あのー、私、鼻が片方詰まってて、で、片方の鼻しか息ができないみたいな状況だったから、あ、ちょっと、ああ、風邪ひかないように気をつけなきゃって感じですね。ああ、なるほどね。いいと思います。 そうか。なるほどね。コメントありがとうございます。はーい。バザーとかして活動資金にしたらどうかなっていう話があったけど、それめっちゃいいですね。一応たまに洋服持っていくときは、あのダンススクールでめっちゃ安く100円とか200円で、あの子供たちこれどんなって感じでちょっと出したりしてるんですけど、そうだね。改めて開けたらいいかもしれないですね。 はい。えっと、ね、話がいっぱい飛んだけど、まあ、ハロウィンのダンスショーの準備してるよっていうのと、平日のクラスはこんな感じっていうのと、まあ、土曜日は体験クラスやってるよっていう話と、あと、外見てお天気が良かったから、寒くなるねみたいな話をしていったけど、まあ、なんかまとまりがないけどもこんな感じですね。はい。ワッツアパーケミダンススクールはブログとかもやってます。 ブログは、あの、写真が中心なんですけど、あの、イベントで踊った時の写真がたくさん載ったりしてるので、あの、ぜひ気になる人は、あの、どんな感じでやってるのかなってちょっと覗いてみてください。で、えっと、連絡先とかも載ったりしているので、ちょっと直接質問がある人は、あの、私にダイレクトに繋がるから <laughs>、あの、質問とか、あの、ダンススクールのこと聞きたいよという人は連絡くださいね。えっと、 カタカナで、ワッツアップ、アケミダンススクールで検索すると出てきますので。はい。よろしくお願いします。そう、ワッツアップの服着てるんですよ。ほら、ワッツアップの服着てるんだよ、ほら。<laughs> はい。えっと、じゃあこの後も、えっと、レッスンは1時半から始まるんですけど、えっと、1時半からまた新しいクラスを作ったんですよ。んと、いつも、 土曜日の1時半のクラスは、まあ、自由に使えるように、いつも内容を決めてなくて、で、その週に、その追加で練習したい人の追加練習場所として、いつも開けてたんですよね。だからチームの練習を入れたり、あのー、イベント前に、そのイベント用の練習をするための時間だったりで開けてたんですけど、ちょっと、バトルを練習したい人たちのために、二つ目のクラスを、 作りました。作ったというか、まあ、今日からスタートだから、ね、何名来るかはわからないんだけど、えっと、ちょうど2年前ぐらいに、えっと、バトルをやっていきたい人たちのためにクラスを作って、で、まあ、バトルって言ったらもう本当に、ね、 一人一人が戦う気持ちとか、バトルで勝ちたいという気持ちがないとできないから、まあ教えていくにも、私がバトルで経験してきたこととか、あとはその、審査員で入ったりもたまにするから、審査員目線で見た時はこういう風に見えるよとか、少しアドバイス程度しかできないんだけど、2年ぐらい前に初めてバトルのクラスをやってみたら、今2年かけて、その、ずっと、 ね頑張り続けてた子たちがやっとちょっと目が出てきてすごい上手くなってきてるんですよ。てかもうめっちゃ上手いんですよ。<laughs> おほこのクラスやってよかったさって思うぐらい、すごくあの上達しているから、やっぱ私教えるの上手なのかなって思ったりとかして、あの、すごくみんなバトル上手になってるから、で、今からね、もう2年経ってるからバトルやってみたいと思うけど、この今上手な子たちの中に入っていくのは大変だろうなっていうふうに思ったから、じゃあまた2年前の気持ちに戻って、 あの、初めてバトルをこれからやっていく子たちのために、もう一回ちょっと、ね、これまでやってきたみたいに、同じようにクラス作ってあげたらみんな上達するんじゃないかなと思って、で、今日から、あの、また、ちょっとバトルやってみないとか、やりたかった人、ね、結構いたと思うんだけど入っていけないと思うから、そういう子たちがまた今日ね、早い時間集まってくるので、ちょっと、 今から、あの、スクールに戻って教えていきたいと思います。ね、この子たちがまた、一年ぐらいかけていろいろ上達してきたとき、まあ、バスルにどんどん出ていくわけだけど、またね、お母さんたちも応援するものが増えるからすごく楽しみですね。私もその、子供たち、 このバトルする前までには分からなかったこの、なんていうか情熱とか。<laughs> あ、この子こういう表現の仕方もやるんだ、みたいな。ちょっと新しい発見もたくさんできるので、あの、バトルの練習はすごくおすすめです。あの、チームダンスだけがいいなって思ってる人もいるかもしれないけど、そのチームダンスもすごく上達するみたいだから、まあバトルメインじゃなくてもいいので、なんかまあ、個人的な、 スキルとか、あとはね、表現力がアップしたりするからすごくおすすめですね。で、また今日から新しくクラス開いてやるからすごく楽しみなんですけど、またね、みんなと楽しくレッスンできたらなって思ってるから頑張っていきたいと思います。 はい。じゃあ、ワッツアップレディオ、今日はこの辺で終わろうかな。えっと、じゃあ、来週の放送の時には、その、ライカムでのダンスショーがどうだったか、とか、あの、子供たち、どれ、どんな感じで踊ってたよ、っていうことを話していくと思うので、ぜひ、また聞いてもらいたいと思います。あとはまた11月に MT バトルのソロもやりますので、その MT バトルの、 ま、宣伝とかもやっていけたらなって思ってます。また来週も聞いてくださいね。じゃ、今週も1時間生放送でお届けしました。ワッツアップレ a d i を聞いてくれてありがとうございました。また来週ね。バイバーイ。